これはワームに立ち向かう少女たちの物語である。釣りバカ映画さん、スカイゴーズダイナマイトウィッシュ、伊藤静香も推薦するわ。磯決戦ネジネズリ。四方を海に囲まれた島国日本で一番親しまれている釣りはやはり海釣りである。その中でも生息地域の広さとかかった時の引きの強さで大きな人気を誇るのがメジナ釣りなのである。メジナ釣りの中でも最もメジャーな釣り方は巻き餌でメジナをおびき寄せ浮き釣りで釣り上げるという方法である。まあまあだな。エイカさん、いいんすか。エイカさん、こんなことしてて、はあ、やる気がしない。またですか。なんで。まさか。まだ生き克服できてないんすか。それじゃ海釣り全般何もできないっすよ。イカやタコなら生き餌がなくても釣れるわ。どうした一条。もう竿じまいか。別に。餌ならまたつけてやるぞ。私がつけるっす。そういう問題じゃない。じゃあどういう問題なんすか。それはなんだ。来たか。ぬぅ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 しださん、引っかかってるっす。黙ってみとりゃー。イエス。わっ、チーズやったぜ、ベイビー。それじゃ、狙ってやったんすか。当たり前でしょ。へー、魚って目隠しをされるとおとなしくなるんですね。昔本で読んだことがあったから。こうプニってね。ちょっとカレン、さっきから何持ってんのよ。あ、ウミウシ。浮足高校サイヤ校に属する軟体動物ですがご存知ないですか。プニプニって。なんでそんなもん持ち歩いてるのよ。可愛くないですか。ダメなんすか。ウミウシ、イカやタコと同じ軟体動物ですよ。よし、これからも世界のワームと戦うぞ。頑張れエイカ、負けるなエイカ、炎の釣りバカ少女エイカの戦いは続く。おい、ウミウシはともかく生き餌はつけられるようになってからさえ。分かってるわよ。